削り出しゴマを作ります。はい、というのもですね、尼崎産業フェア2024というイベントが開催されます。会いたくなる技術がいっぱい尼崎ということですね。僕の地元伊丹市の隣の市である尼崎市でこういったイベントが開催されます。11月の21日と22日の2日間開催で米国総合体育館で開催されるわけなんですけども、すごくね、盛りだくさんのイベント、楽しそうなイベントがねありまして、例えば製造業対抗ミニ億大会とか、全日本製造業駒大戦とか、モンスターエンジンの西森さんによる講演だったりとか、空飛ぶタクシー株式会社の北条さんの講演とか、僕らなんとか重工のトークショーなんかもあります。でビジネスマッチング会なんかもあって、まあ、老若にゃんにょと問わず、すごくね、楽しめるイベントに、なっています。でその中でですね、この全日本製造業駒大戦に我々なんとか重工もね出場させていただけるということで、ちょっとね本気で駒を今から作っていきます。で、まあ、やっぱりね、出るからには勝ちたいですよ。僕幼稚園の頃駒名人って呼ばれたぐらい駒得意なんで、まあ、どうやったら強い駒作れるかなといろいろ考えたわけなんですけども、まあ、やっぱり駒といえば最近はベイブレードなんですね。で、まあ、息子のベイブレードをね勝手に借りてきたわけなんですけども、まあ、いろんなねタイプがあります。例えばこれだったら、そこがねフラットになってて、まあ、アタックタイプなんですね。こう動き回って敵を弾き飛ばすっていう駒で、これだとそこがボール状になっていまして、より長く一点に止まってこう回り続けるみたいな駒、スタミナタイプですね。でこちらなんかだと、そこがフラットとボールの2種類になっていて、まあ、駒が傾いた時には動き回るし、まっすぐ成立した時にはそこで長く回り続けるっていう、バランスタイプという駒で、あとは、そこがとんがっているちょっと面取りみたいな形してるんですけど、これだと敵の攻撃をなんかこう受け流すディフェンスタイプと呼ばれてまして、まあいろいろ考えた結果、まあアタックタイプもいいんですけど、まあルールがねいろいろありまして、この寸法以内に収まっていないといけないとかがあるんで、アタックタイプのようにこう尖らせたりして攻撃をねやろうとすると、どうしても重量がね軽くなってしまって、まあ敵を押し飛ばす、弾き飛ばすパワーもなくなっていくんじゃないかと、いろいろ考えまして、僕はスタミナタイプでいくことにしました。なので、重さも重要ですし、まあ、そこの形状ですね、もう長くそこの一点に止まって長く回り続ける駒、こちらでいこうと思います。材料はちょうどいいのがあったはず。あ、これ少し前の動画で材料の切削性のテストみたいなのをやった時の余りですね。SAS304。あ、SAS303 があるしね。これの方が切削性いいんで、これにしよう。ちょっとですね、持ち手の部分の径を決めかねています。今これ M4 のボルトをつまんだり、 M5 のボルトをつまんだりしてこう確かめているんですけど、太い方がこうなんか回しやすい、力が入りやすい気もするんですけどね。やっぱ太くて重たいものが重心から離れた高い位置に来ると、コマがこう傾いた時に持っていかれやすくなる気もするんですよね。かといってこう4はね細いのかな。どうしよう、どっちも微妙難しい、どうしようかな。
はい、とりあえず荒加工が終わってこれから仕上げをしていくんですけど、旋盤加工をやっているとワークをトンボして、まあ、ひっくり返して掴んでまた加工してまた戻して加工してっていうことが多々あります。でその時にどうやって精度よく加工していくかっていうポイントを簡単にご紹介したいと思います。で、まあ、そもそもなんでこうひっくり返した時に精度が必要かっていうと、まあ、図面にもよるんですけど、片側の軸ともう片側の軸の同軸度とかを求められることが旋盤では多いです。で、そのままね、何も考えずにひっくり返して掴んでしまうと、その同軸を取るポイントを削り忘れたりとか、どこで芯出し取ろうみたいなことがね、起きます。そうなってしまうともう不良になってしまったりとかね、最悪は、なるんですけど、まあ、そうならないためのコツをコマを使って解説します。でまずですね、今変な溝を入れたと思うんですけど、これ突っ切りの溝ではなくてですね、ここの端面、裏の端面を仕上げています。でこの後ここの円筒とここの端面とここの円筒を同時にこのチャッキングで仕上げます。するとどうなるかというと、ここの裏今仕上がってます。まあ、仕上がってるって言ってもまあ、捨て仕上げ。まあ、ここ、最後はテーパーになるんでいらないところなんですけど、こことここの平行が出ますよね。で、さらに、ここの円筒とここの面の直角も出ます。で、さらに、ここの面とここの円筒の直角も出ますし、ここの円筒とここの円筒の同軸度も出ていると。なので、ひっくり返して、まあ、仮にここを掴んだとしても、ここで、芯出しすれば、同軸は出ると。ただ、同軸じゃないな。その同芯は出ます。ただ、同軸は出ないんですね。ワークが傾いてしまっている可能性があるので、その時は、こっち側の、今、捨て仕上げした端面にダイヤルを当てることによって、直角が出せるので、同軸が出せると。で、まあ、ここを掴んだとしても、ここの、ギリギリをね、掴んで、こっちで芯出して、ここをやったりとか。そうしないとですね、こう、掴み返した時に原点、芯出しとか、ちゃんとした芯出しが出せない。で、特にコマなんかは、同軸がないと、ちゃんと綺麗に回らないんで、こんな感じで気を使って、ちゃんと次の工程のことを考えて加工する必要があります。伝わったかな。これが二点芯出しというやつで、こちらのピックでここの円筒を測りながら、こっちのダイヤルでこのワークの端面を見ています。これはさっきの前工程で、ここを直角で加工しているから、まあ、これが使えると。で、ここで直角を出してしまえば、こっち側の持ち手の部分との同軸もおのずと出ると。そんな感じです。狭くて叩きにくい。はい、完成しました。名付けてスタミナ太郎です。いや、なんか夢中になってね、作ってたらいつの間にか夜になってしまいました。なんかね、旋盤で
こういうのを作ると久々になんか楽しいですね。で、まあ、形状について簡単に説明すると、ここは20杯の、ルール上限界ギリギリぐらいになっていて、1段目のテーパーが140度、そしてフラット部があって、ここの鋭い針みたいになっている部分は90度のテーパーになっています。で、持ちの部分はなんやかんや 4.5 杯ぐらいに落ち着きまして、ここはですね、グリップ部はしっかり切削ローレットを使ってグリップ感をアップさせています。なんでかなり力強く回せるはずなんで、長時間の回転が期待できるんじゃないかと思います。で、今回事務局の方から特別に、おそらく公式だと思われる土俵もね、お借りしたので、一体このスタミナ太郎がどれぐらい回るのかを検証しておこうと思います。まあ、3分ぐらいは回ってほしいですね。では行きます。3、2、1、ゴーシュ。無音。全く音がしない。はい、まあ、30秒。これが最初なんですね。気になる。なんか、まあ、適正面もさせてしまった後がありますけど、いい感じにこう刺さってくれる感じなんで、コマに当たらなければずっと回り続けるんじゃないかなと。あれ、嘘。マジで弱っ。1分いかなかったですね。弱っ。え、マジか。え、どうしようこれ。めっちゃ弱いよ。改造しますわ。はい、というわけでね、ジムトフ終わりましたけれども、次はコマ対戦に参加していきますよというところで、コマ対戦用のコマを作るようにと豚骨から指示を受けております。というわけで、こちらステンレスの丸棒と銅合金の端材、それぞれ端材なんですけれども、こちらからコマを削り出してね、用意したいなと思います。はい、というわけでご覧のようにコマ出来上がりましたということで、概要を説明していきますと、多角形、確か15角形という中途半端な奇数角形にしておきました。それによってですね、ここの面とここの面平行ではないということで、バイスではそのままつかめないということでジグを作成しました。はい、そして、まあ、軸が重たいとなんか頭が重たくてこう振られるかなと思って、軸も真ん中穴開けて肉抜きしました。そして回転中心はなんかこう軽い方がいいような気がするという妄想のもと、あえてね、このウエイトの胴を真ん中まで寄せずにちょっと開けておりますと。そしてベースはこれステンレス SAS304 に銅合金のウエイトを圧入しておりますといった仕様になっております。まあ、性能は正直分かりません。
スタミナ太郎バージョン2です。中心付近に肉抜きを行い、中心部は軽く外周がより重たくなるようにしました。これにより慣性が働きやすくなって、より長く回り続けるというか止まりにくくなるかと思います。で、裏、こちらが一番大きく変わったポイントで、最初は90度のトゲがあって、この台に刺さってそのまま位置決めして回り続けるっていうタイプだったんですけども、刺さっているということは摩擦が、大きな摩擦が常に発生しているということになって、回転がそこで落ちているのではないかと思ったので、ベアリングを分解してその球を圧入してみました。これにより、刺さらないし、ボールペンのようにこれ球が転がっているので、摩擦がより減って、しかも点で当たってるんで、より長く回るのではないかと思います。では進化したこのスタミナ太郎 V2 のテストをね、行いたいと思うんですけど、一つね、ひらめいちゃったんですよ。シリコンスプレー、これをこのボールのところにちょっとかけて摩擦抵抗をね、減らすっていうのが多分可能だと思うんですよ。これルール的に大丈夫なのかなちょっとわかんないんだけど、これ絶対強くなると思うんですよ。これちょっとやってみていいですか。いきますよ。3、2、1、ゴーシュー。あ、しゅ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 。今なし。3、ちょっと、シリコンスプレーが指にもついちゃった。摩擦がね。3、2、1、ゴーシュー。これね、シリコンスプレーが出てくるんでしょ？ちょっとあんまり詳しくないんだけど、これをね、サッシとかにかけるとめっちゃスムーズに動いたりするんですよ。危ない、危険なぐらい、滑りが良くなるんで。これ絶対強くなると思う。おぉ、ビタビタじゃん。ビタビタ止まりしてる。これ、記録伸びないかな？はい、もう間もなく1分です。改造前の記録を、塗り替えました。肉抜きの効果なのか、ボールの効果なのか、はたまたシリコンスプレーの効果なのか、わかりませんが、それは超えましたと。少しプルプルしてきたけど、どうだろう。いや、ちょうどね、微妙な隙間がね、このボールとコマの間にあって、そこにうまくこのシリコンスプレーが潤滑して、摩擦をね、めっちゃ減らしてくれる気がするんですよ。はい、30秒伸びましたね。どこまで行くのか。2分いきそうじゃないですか、これ。2分伸びたら、すごいな。2分伸びたじゃん。2分だったら。なんと、2分を超えてしまいました。バージョン1から1分も記録が伸びています。すごくね、これ。いや、シリコンスプレーかもしれない。ルール的にね、どうなんでしょうね。まあ、そんな、べちゃべちゃに塗ってるわけじゃないから、大丈夫だと思うんですけど。え？ 2 分30秒？ 3 分いく？いや、これは、強いぞ。まあ、ぶつけられたとしてもね、こう、うまくかわしてくれるはずなんで、かわすというか、こう、滑らかにこう、避けてくれるはずなんで。ああ、3分いく？これ。2分も記録伸びました。まだいける。頑張れ。プルプルしてきる。あっと。これは怪しい。もう間もなく。まだ。まだいける。あっ。はい、ここでタイマーストップ。3分16秒ということで、まあ、約2分10何秒か伸びたわけですよね。すげえ。これは、ルール的にわからんけど、勝てそう。ケロさんが一体どんなコマを作っているのか非常に楽しみなんですけども、僕はこちらのスタミナ太郎バージョン2を持ち込んで、みんなをね、倒したいと思います。というわけでね、尼崎産業フェア2024は11月21日と22日、僕らは22日に行きますんで、近くの方、遠方の方、絶対楽しいイベントになるはずなんで、ぜひ来てください。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたので、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。X、Instagram もいろいろやってますんで、そちらも見てみてください。ご視聴ありがとうございました。